こんにちは黒田和義です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね速報といいますか、えー、木下ゆきなさんのタピオカ店恫喝事件についてですね私なりの、えー、心理学的考察をしていきたいと思いますまあ、ものすごくツイッターでも炎上してますし、まあ、もうテレビでもそんなことばっかり、えー、あちこちでやってますが、まあ、事のいきさつをちゃんとまとめないと誰が悪いのかっていうのが、えー、ちょっと分からなくなってしまうので私なりにいろいろ調べたところですね まずは姉がオーナーからタピオカ店に誘われたというか新しくお店を出店するので、えー、まあ一緒にやらないかそのいきさつがですねお姉さんがちょっと家庭の事情でちょっとうつになっているので、まあ、元気づけようと思って、えー、まあお店の一緒にやらないかっていう話はあったわけですねまあタピオカ店で今どこでも本当に行列ができるお店ですから。でまあ 姉的にもあそれはいいと思って共同出資にしようって言ったんですが、まあ、資本金を折半するって言った、まあ、オファーをするんですが、まあ、それちょっと断られてしまったどこで揉めたかというとまあ雪菜さんが、まあ、お姉ちゃん大好きなんでしょうねもう本当にいい子だと思うんです本当にお姉さんがオープンさせたタピオカ店ってってもう自慢の姉がですね、えー、タピオカ店出店したみんな行ってねっていうのをこう出したわけですよインスタでねところがまあ 姉がオーナーからこうまあ。それに対しての苦言を言われて、まあ、シフトが減らされたっていうことが起こるわけですね。ここがここでなんかこうパって客観的に見ると、この女何言っても聞うこと聞かねえ。じゃねえか。みたいなところがちょっとあるんですが、どうもこう商店街の人のですね。dm がなんかこう探すとあったんですが。 商店街の同じ経営者の人がまあちょっとそういう言い方はよくないんじゃないっていうその事情がありましてですねまあお姉さんと一緒にオープンしたんですけどお姉さんはやっぱりちょっとやっぱりこう鬱がありますんでまあシフトを入れてるにもかかわらず、まあ、当日何も連絡もなく来なかったりとかまあそういったことがやっぱあったらしいんですね本当かどうかはちょっとわからないんですがでもまあそういうふうに考えると非常にこういきさつとしてはなんかそのちゃんとやってない人なのに ななんであなたのお店っていう自分がまあねた多少もう宣伝になるわけですから、えー、普通はねまあ、その自分のお店ってちょっと言うぐらいすごく仲良い,いメンバーであったらね例えば出資してないにしたってそんな言わないじゃないですか僕もこ,ここはちょっとおかしいなと思ったんですがどうもそのやっぱりこうシフトにもちゃんと来ない。 まあすごい大変じゃないですかこうあの行列ができるわけだからもうスピード勝負ですからねでまあ一人二人員足りないっていうのはも,うものすごい苦労だと思うんですよでその苦労の状況の上でこう、まあ、あの苦言を言ってしまったっていうのはこれも誰も悪くないというか、まあ、あのみんなやっぱ事情があるんですねでまあそこでユキナさんがこう、まあ、お姉ちゃんから聞いて、まあ、そもそもこうまあだから 多分その商店街の人はちゃんと来て,来てる分はちゃんと払ってたっていうんですがまあ鬱になってるので行ったつもりでいたとか、えー、まあ思っているより給料がまあ絶対少なくなるわけじゃないですかただそのうーんまあここに関してはそのどこにも記述がなかったんでわからないですがまあそのお姉さん的には出た分はちゃんと払ってたんだよっていうふうに商店街のまあオーナーの方が別のお店のオーナーの方が言ってみえるんでまあ多分その。 こう来なかったからって言ってマイナスにするってことはなかったんだけどまあその出てこなかったからそこの部分の給料払わなかったみたいなだから思ってるよりは給料少ないだからまあ要はそのお姉さん的にはまあ妹に要はそのあのゆきなちゃんがこうやって宣伝してくれたのをまあ文句を言われたでおも給料が、えー、すごい思ったより少なくてっていうことでゆきなさんはまあ仮のメールを送るわけですそれだからその その時のメールのがもの非常に高圧的でですねおばさん呼ばわりをしていてですねあの頭悪いとか、えーまあ、そもそもその文句言うんだったらそのインスタのメッセージ消せよお前みたいなね、えー、それが筋でしょみたいなであと給料明細出せよとで、まあ、法的手段とか事務所総出でお前の店をどうにかしてやるぞみたいな言い方をしてしまったというわけなんですね。でここううやってまととめると非常にこう 3人3様誰も悪くないというかこうそれぞれの事情があって自分がその立場だったらそうなっちゃうよねみたいなところがちょっとあると思うんですね。例えばそのお姉さんだってうつで悩んでるからうつ、まあ、でこう自分はもう頑張ろうと思ってるんだけどうつに入ると頑張れないですからねだからそういったところでこう,うまくいかなかった。で 雪さん的に言うと大好きなお姉ちゃんがあだこだ言われてるからなんとかしようと思ってこうまあちょっと高圧的な態度に出たのが悪かったけれどまあ自分のお姉ちゃんを守ろうとしてやった行動であってでオーナーさんはまあ全然出てこないんですけどまあどうもこう商店街の人から見るとまあ要はもう自分の人生をかけた必死の自分のこの。 ね、こう起死回生のためのねのチェーン店でオーナーでもお金が潤沢にあってなわけじゃなくて多分1人2人3人でやってるようなお店をこうや,やうやってここで一発当てようと思って資金繰りがギリギリなところでやってるのにまあ要はこううんその出資ちゃんとシフトにも入ってこない人がね、えー、妹さんがこう、まあ、ちょっと有名だからって言ってパッてこうやって,やってきてでもその。 その宣伝してくれるのは嬉しいけどなんかそのあなたのお店みたいな言い方はしないでよみたいな感じなでまあシフトを減らしていったっていうのはまあこれは仕方ないことだと思うんですね自分がそのギリギリのだからこう今回ちょっとまとめたんですがこれはまあこれ心理学でもまあよく考えなきゃいけないことなんですが人間は基本的に自分が一番大好きなんですよ。 まあ、何でも朝からまで自分でしょ自分は今日は何の服着ていこう自分は今日は何を食べよう自分は今日は何をしよう今日,は今日は自分は何の仕事をしようって、まあ、全部自分自分自分なわけですからまあこう人間が自分で生存していく上でこれは普通のことなんですね他人になんか興味ないんですよ基本的には。えーまあ、それがまあ普通なんですけどただその、まあ、自分の好きなこととか好きな人とかに対してはやっぱ大好きですからそういう,こうそれ以外のことに対して一切興味は他人なんかには一切興味ないわけですから。 ただこう何か揉めた時っていうのは基本的には一歩引いてみるんですね。全員にやっぱりこ,この事象を見てもですね全員にやっぱり事情があるんですよだから僕もなんか揉め事があると、まあ、できる限り僕もカーってなるタイプですからねよくう,うまくできないんですけどやっぱりこう一っ横に後ろに下がってみるということですね。このここここのうううやっっっててて、何か起こった時にこう事象を図式化していって どこが悪かったのかっていうのをやっぱ検証していくっていうのは、これはもう本当に心理学とか。あと、こう精神科医の方がやられる手法なんですね。だから、やっぱり一回図式化して、なんかこう形をこう見て。で、人間ってとして、一般化しちゃうんで、こいつ嫌いって思ったら、すべてが嫌いになんですよ。本当に、あの坊主に行くけら、今朝までに行くいっていうのと、あれと一緒で。一般化してしまうんですね。この人嫌い、この人苦手と思ったら。すべてこの人は悪い人だと思ってしまうんですけど。まあ、そこをこう一般、後ろに行くとですね。 あの動物と人間の違いっていうのはこう檻にこう後ろが空いてる檻に入れられて後ろがこう空いてる檻に入れられてこ,うこっち側にこう届かないところにちょっと届きそうで届かないところに餌を置くと、えー、動物っていうのはそのまま死ぬまでそれをこうなんとかそこでや,りやろうとするんですが人間っていうのは一旦それでダメだと思うと後ろを見て周りも見渡しあ出口あるじゃん」っていうふうにこういうふうにいけるっていうのはここが人間の英知ですからね。だからそこをやっっぱりこう相手の事情があって 一旦こう暑くなっているものを一旦引くということですね。人間ってこう暑くなって、これは僕はあの中谷にさんの本大好きなんでたくさん読んでるんですけど、あの人のが書いてたやつで面白いなと思ったのは、人間やっぱりこうイラッとしたときはまあ立ち上がって歩くんです。ホテルマンってそうなんですけど、相手が怒っている時っていうのは絶対部屋を変えるんですね。で必ず階段を上らせるらしいんですよ。でこう運動すると人間ってこう怒りがこう下がっていくみたいで。 あのそこの部屋に行った時にはあれなんで怒ってたんだろうみたいな感じになるそうですす、ね、その場でで、えー、座って話さないといととうことが非常に大事ですでこう立ち上がってうろうろして歩き回ってで大体人間10秒から15秒ぐらいの怒りが続くんでその中谷さんの本では「ハッピーバースデートゥーを一回「ハッピーバースデートゥーを歌うとちょうど10秒から15秒になるそうでちょうどそれを歩き回って「ハッピーバースデートゥーを歌ったらなんかこう。 一旦そこでリセットしてからこう一旦こう熱くならずにこ,うこの餌をギリギリのとこ見るんじゃなくて一旦俯瞰しててるっいいうのすすごい大事ですねなので図式化するのなので客観的に見るということで、まあ、今回の、えー、こういう一体騒動が起こりましたけどまあツイッターなんかを見てるとですねやっぱりどっちか一方につこうとするんですよみんなだからユキナちゃんを擁護するタイプでこうまあこういうこと言う。 ゆきなちゃんが悪いいみたいなねそのどっちかになっちゃってるんですけどこうやって見ると別にその三者三様ものすごくみんなその、えー、何も悪くなくてまあやった事象はもう言い方が悪かったこう伝え方が悪かったっていうことなんですねだからこう熱くなってしまって伝え方が悪かっただけなんでこれはもうねやっぱりこう自分も再度改めて。 こういう,こう一旦熱くなったらこう引かなきゃいけないなと僕もなかなかねできない時があるんでこれはもう皆さん自分の修行ですから頑張ってやっていくしかないですね。というわけで,ですね僕の大好きな雪なさんがこう今こう,こういう状況ですけどまあねこれで彼女がその対応相手の対応の仕方が良くなれば非常に彼女のプラスにもなるわけですしえまた復帰していただきたいなと思っておりますえ以上でしたごご視聴ありがとうございます。 今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると 中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。